ここでもう一段、感染を徹底的に抑え込んでおくことが重要であります。大変苦渋の判断ではありますが、もう一段、皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思います。道は集中対策期間を来月7日まで延長し、今月末まで札幌や小樽の外出往来自粛要請を継続します。札幌全域になるとやっぱりちょっと若干苦しくなるかな。多いは多いんで、そこはしょうがないかな。また16日から28日までは札幌市内すべての飲食店に対して午後10時までとする営業時間の短縮要請を行います。期間中でも10万人あたりの感染者が週平均で15人を下回れば解除を検討します。時短営業要請がすすきの地区から市内全域に広がり、新たに対象となった北区の居酒屋の店主は諦めの表情です。これで道民の方とか札幌市民の方も外出がぐっと減るだろうと。で、減ったらやっぱりその僕らもね、やってても大変なんで、もう応じて10時に閉めるっていうか、閉めざるを得ない。